どうも、日下部美鈴役のはるかです。キャラクターソング CD ということで、美鈴の曲もろはの剣いかがでしたでしょうか。今ですね、まさに、レコーディングが終わったところです。無事に思ったより早く終わりました。歌詞が結構イレブンアイズの世界観まんまで、美鈴の背負ってるものなんかもすごい表現されててですね、すごいな、こういうの書く人すごいなと思いながら歌ってましたが、結構リズムが難しいところがあって、変なところで歌い出しちゃったり、変なところで変なことしちゃったり大変でしたが、皆さんのお手元にはちゃんとしたバージョンが届いていると思います。この CD ミニドラマも一緒についていますが、ミニドラマ、ミスズはですね、ゲーム本編では結構シリアスな役どころだったり、シリアスなシーンが多かったりで、結構ずっと気を張って、るシーンが多かったので、今回のミニドラマは他の女の子たちと、にぎやかになんか女の子らしい会話をできたので、よかったなと思いながらやってました。個人的には、このミニドラマの収録、別の日だったんですけど、収録の後、遊びに行く予定があったので、個人的にはすごいご機嫌でした。皆さんにも伝わってるといいと思います。伝わんないね。はい。で、イレブンアイズ、まさかこんなに、展開すると思いませんでした。皆さんのおかげだと思っています。まだまだいろんな形で展開できるはず、なんかテレビとかね。なので引き続き応援してください。聞いてくださってどうもありがとうございました。